ましたよ。皆さんこんばんは。倉持を一役なさるま慎太郎でーす。皆さんこんばんは。マスコ動略畑野渡です。イエーイ。はい、このニコ生はですね、テレビ東京ほか2で放送中のテレビアニメダイヤのエースを応援しているニコ生番組です。そして今夜は公開ニコ生スペシャル。すごいですよ。そう、ついにね、お客さんを入れましたよ。こんなにお客さんを目の前にしての生ってこうぜ、うん、はい。今夜は新宿レニー、うん、新宿レニーというイベント会場から、オープンしたばかりのイベント会場、いつもより2時間も早く放送してます。この盛り上がりは伝わってるんでしょうかね。もう大きい声で会場のみんな盛り上がってるかい。いや皆さんね、こんな数が駆けつけてくれまして。そうですよ。あのね、言っときますけどね、あのそんなにまでして来る番組じゃないですよ。言うても僕ら二人があの痛い目に遭う番組ですからね。そうなんですよ。あんまりね、休みだったんでしょ。休みだった。他に行くとこあったでしょうよ。まあでもね今日は、うん、今日はこの方が来ておりますから、うん、そうなんですよ、はい、素晴らしいゲストさんをお呼びしております。はい、もう皆さんね、お気づきだと思いますけども、ご紹介いたしましょう。大石雅美さんです。どうもー、こんばんは。Try and do, here we go, we go。 ありがとうございます。おー、俺と畑野くんが言えないやつをもうこんなに。すごいですよね。すごいですね。すごいですね、この一体感。もう、ね、あのあれじゃないですか、ゆかりん王国にも立ち打ちできるぐらいのあれじゃないですか。新たな国が今、ね、建国ですね。バイフィンフォン王国、帝国が、バイフィンフォン帝国なんだ。帝国民です、ね、帝国民なんだ。あ、すごいっす。すごいですけども、あれ、はい、これ怒られるやつかな。まあ、前回登場してくださったのが4月ということで、はい、実に5ヶ月ぶりのゲストで、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、この5ヶ月でね、いかにファイフィンフォンが定着したか。だってさ、はい、大石さん自分でファイフィンフォンって名乗っちゃったじゃん。うん、これは美味しいなと思って。美味しいな、美味しい、いただいたなと思って。なるほど。しまいに最後の方、あのファイフィンフォンを F と略して大石 F 正義になりましたからね。藤子先生みたいになっちゃう。漫画家さんですね。はい、ありがとうございます。いや、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、画面の向こうのルームメイトの皆さんもね、そうですね、ぜひ一緒に楽しんでください。コメントとかでね、はい、ぜひ参加していただきたいなと思います。はい、さて今日もスイーツが用意してあって、うん、わ、嬉しいですね。これいつ見ます？うわ、ちょっとこれ高級感のあるプリンです ね。すごいたっぷり入ってるから、すげえ手ベタベタになるんですけど。じゃあいただきましょうか。いただきましょうか。はいはい、すいません、本当皆さんすいません、すいませんね、心苦しいんですけども、はい、おいしい、まだ口に入れてないから、早い。何これ、緊張してるからね、味がちょっと分かる。うまい、はい、すごいの来ましたよ。これね、今日お誕生日の人がいるんです。お、誰手を挙げてる人いるな。タクシーの運転手さんかな。いや伊藤さんじゃないと思いますよ。ごめんなさいね、ニコ生ご覧の方分かんないと思いますけど。東記憶に先輩。おー、そうなんだ。そうらしいんですよ。今日勤労感謝の日に。今日勤労感謝じゃないでしょ。え今日秋分の日です。いや、生放送秋分の日でございます。
うわーすごい東先輩そうなんだすごい見えますぼあこれ俺こうやってバーンってなってる気をつけて気をつけてちょっとね気をつけていただいてねキュッとねうわー見えるかなカメラ見えますカメラ映りますかあ見えてる見えてる帽子とボールと何バットと、いや嬉しいですね。ね、あのオンエアの方でもね、東先輩がこう、はい、差し入れを持ってきてくれてね、はい、ありましたもんねそういう話もね。そう皆さんでね、あの東先輩に、うん、おめでとう言いましょうか。じゃあせーの、おめでとう。超えてここにいる。あのコメントに勇者王って書くのやめよ気持ちわかるけど気持ちはわかりますけどね、うん、勇者王ではないですからね、はい、さあそして今夜もですね、はいはい、生手こうぜ専用の内緒話ができるカフを用意しております。これさ、これだからあのニコ生をご覧の皆さん、このカフをね今どんな風に使うかちょっと、まあこうやって喋ってるとはい、今上げました。上げましたけども。上げました。あ、全部下がったって書いてありますよ、全部下がったって書いてある。そうそうそう。そうだから、会場の人は聞こえちゃってるんですよ。そうなんですよ。何考えてんですかね。びっくりしました、僕も。じゃあ、オンマイクですから、我々。じゃあ、会場の人だけに特別にみたいなこと。じゃあ、今日ここにね、もう一つのスイーツ、チョコレートがあるんですけども、チョコレートをいただいたんですよ、うん、これいつも僕たちに罰ゲームをやらせる作家さんが新婚旅行でイタリアに行きまして、ついこの間ですよ、はい、そこで買ってきたチョコレートなんですけれども、うん、はい、今あげました。美味しそうですね。ふぅ、そんなチョコ食べれるかまあでも一応食べましょうか。いただきましょう、せっかくなんでね。でっかい。お、大きいですよ。めっちゃ美味しそう。大きい、うん、いただきます。あのね、ほろ苦い多分ね、そのなんか今カフを下ろした時に喋ったエピソードがなければ甘いって言ってたんだと思うんですけど、まあちょっとしんみりしちゃいましたけど、ちょっとビターですね、はい、お幸せにじゃあこのケーキ後で食べましょうね。はい、え？そういう字を書くな円満だよバカ野郎。はい、じゃああれですか、早速いろいろ喋っていきましょうか。はい、前回甲子園球場とコラボした青道高校弁当、はいはいはい、食べたってこといます？おー、すげー、ありがとうございます。球場の中で食べてくださったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、すごい大人気だったみたいで、これね、僕ね、神戸でこの間インスタライブやってきたんですけど、はいはいはい、神戸でインスタライブやった時にサイン会に並んでくれてた小学校ぐらいの男の子が、うん、お弁当食べましたっつって、うわーかわいい、すごいなと思って、嬉しいですね、すごいですね、嬉しいわ。野球観戦に行ってね、買って食べてくれたんですね、うん、嬉しいですね。球場に行かないと、中に入らないと食べれないから、うん、そうですね、もしかしたら野球じゃなくてもお弁当目当てで行って野球に触れた方もいらっしゃるんですよ、うん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 、そうするとなんか僕らのなんかこう作った甲斐もあった、うん、別に作ってないですよ、作ってないまあこの企画でね、アイデアをね、出させていただいた甲斐もあるな。だってそのお弁当食べながら野球に触れて、ね、ああこれからも野球見ていこうかなって、野球面白いなって ね思ってくれたかもしれないので、うん、はい、まだこれね販売されていることで、シーズン中は甲子園球場で食べることできますので、うん、食べたいと思ったら、なんとぜひ販売数ランキング2位だって、うん、すごいですよね。しかもですよ、しかも、うん、販売金額ランキングは1位なんですよ。どういうこと？高くても買って食べてくださった方が多いということですね。なるほど、素晴らしい。売れた数は2位だけど入ってきたミートボールは、ミートボールって
入ってきたミートボールが一番多かった。なるほど、いや嬉しいですね。ありがたいことですね。なんかね、今回のニコ生を公開放送をやるにあたってメールがたくさんいただきました。メール、はい、じゃあ紹介いたしましょう。まずはですね、埼玉県のシロさんです。ありがとうございます。いらっしゃるのかな。でいらっしゃってる、今日いらっしゃってるんじゃないですか。まあ恥ずかしい。あ、いらっしゃってますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中国広州から来ました留学生です。ありがとうございます。じゃあ埼玉県じゃないですね、もうね。中国にいる時もニコニコでずっと生放送を見ています。ありがとうございます。前年のクリスマスの時の生放送も見てました。本当に面白いですということで、ありがとうございます。なんで笑ってんだよ。俺たちだってクリスマスにそんなことしたくなかったんだよ。クリスマスイブの夜でしたね、あれはね。本当ですよ。すごかったですけどね、あのメンバーがよく揃いましたよね。はい、続きまして、はい、キャベツ太郎さんからいただきました。キャベツ太郎さん、ありがとうございます。いらっしゃいますか。懐かしい、美味しいですよね、キャベツ太郎ね。いらっしゃいますね、きっとね。浅沼さん、畑野さん、いつも楽しく見させてもらってます。当日は畑野さんの好きな80デニール履いていきます。すいません、本当に、はい、いらっしゃるのかな。ありがとうございます。キャベツ太郎大丈夫か。80デニールを心で感じて頑張りたいと思います。ありがとうございます。もっとすごい探すかと思った。まあ見えないけどね。もうすごいですから、お客さん、ね、ごめんなさいね、なんか立ちっぱなしでもうすごい足疲れたら、疲れたって言ってくださいね。頑張れって言うんで。はい、疲れた、頑張れ。わっせー赤、それわっせー、あ、違う、それ俺のやつだから。俺のやつでもね。俺のやつでもね。何を言ってる。続きまして、相沢さんいらっしゃいますか。相沢さん、あ、いらっしゃってますね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。イベント当選のメールが届いた日から楽しみすぎて毎日ドキドキしながら過ごしてました。ありがとうございます。ところで大井さん、今月でダイヤのエース卒業ですね。ああ、そうなんですね。ありがとうございますなのか何なのか分かんないですけども、はい、大丈夫大丈夫、僕よりもすごい新人が待ってるからね。めちゃくちゃすごいから。アニメでゴーエクシードやパーフェクトヒーローのイントロが流れると、ダイヤが始まったって一気にテンションが上がって気持ちがダイヤのエースモードになります。嬉しいですね。もちろんグレーの新オープニングも楽しみですが、日曜の朝に大石さんの歌が聴けなくなるのはとても寂しいです。でもきっとアニメダイヤのエースはこれからもずっと続いていくと思うので、寂しくなったらいつでも帰ってきてください。みんなファイフィンフォンが大好きなので待ってます。ありがとうございます。ね、そうですよ。この番組は僕に泣けと言ってるんですかね。まだまだ早いです。まだオープニングですから。まだあの目薬買ってくるのもちょっとまだまだちょっと間に合ってないみたいなんで、すみません。はい、続いてのメール紹介いたしましょう。こちら竹村さんからいただきました。ありがとうございます。京都からいらっしゃった方ですか。いらっしゃいますかね。どすえ。はい。あ、いらっしゃいますね。ありがとうございます。お越しやす。こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。最初の頃罰ゲームがケツバット、ケツキャッチと続いて、お尻守ってこうぜとおっしゃっていた割には、最近はもうお尻は関係ない罰ゲームが増えてきていて、そうなんですね、身も心も守ってこうぜになっているのを少し心配しつつ、とても楽しく見守らせていただいております。ありがとうございます。お優しい。サードとショートでもうとにかく鉄壁でいかないと。そうなんですよ。いろいろお尻はね、そうだからね、よく言われるんですよ、毎週やってほしいとか、月1回じゃ足りないですみたいな。無理だから。そんなの無理だから。まあまあまあ、今後も頑張ってんだよ。今後もゲストに来られた方を確実に罰ゲームに巻き込みながら続けていただきたいなと思います。すごいよねこれね。僕だって全然さ、罰ゲーム受ける権利っていうか義務なかったのに、勝手に浅沼さんに引っ張られて踊れってやりましたよね。そういえばね、まあ、しょうがないでしょう、ね、しょうがないって言われたら。だってあんなに体の動きやすい曲を作ってしまったんですから。それはそうですね。それはもう動きますよ。そうそう、グッズ、はい、あのね、その他にもですね、少しでも浅沼さんと畑野さんのスイーツのグレードアップと罰ゲーム開発の足しになることを期待して、はい、生ってこうぜのグッズも買わせていただこうと思います。ありがとうございます。皆さん、グッズを手に入れた方いらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、会場限定でいろんなグッズが出ておりまして、そうなんです、ちょっとご紹介しましょうか。はい、まずは生ってこうぜ1周年記念パンフレット、これ嬉しいですね。
これね、びっくりしたことに僕と畑野くんがこうね、あと大阪くんと、そうですね、あの3人で5号室の取材を受けたときに、こういった写真を撮ったんですよ。で、この写真をもとにアニメーターさんがこの絵を起こして描いてくれたんです。すごい嬉しいですよね。ポーズがまんま、自分たちが撮ったポーズがアニメのキャラクターがやってくれてるっていう、これも嬉しい。俺感動しましたよ。ね、アニメのキャラクターの真似することはあっても、うん、僕らの真似をアニメのキャラクターがするっていうのは逆転現象ですからね。すごい嬉しかった。でね、こう今までのですね、あのニコ生の、地獄絵図みたいな状況がですね、そうそうそう、ダイジェストでこう載っております、写真付きで。こういうのを鳥獣戯画っていうんでしょうね。いやすごいですよ、ゲストに来てくださった方のね、あられもない姿とかね。そう、ただね、一個だけ言いたいのがあるんですよ。うん、何ですか。皆さん今までね、ゲストで出てくださった方の、はいはいはい、コメントが、まあ、大石さんもありますし、はい、あるんですけどね、僕ここを言いたいんですよ。何ですか、何ですか。はい、出ました、これ第何回ですか、はい、第9回、最近じゃないですか。あ、第10回ですね。夏休みのスペシャル、スペシャルのね、ゲストさんがたくさん来てくれた。まあそう、島崎信長君、その通りです。こいつに物申したい。見てください。何ですか。浅沼さん、僕は何があっても転校しません、絶対に。これ説明しますとですね、転校っていう罰ゲームを食らったんですよ。ありましたね。そしたらラブでライブなアイドルが大好きな島崎のぶ、もういいや、信長に信長にですね、うん、お前は仙台出身なんだから仙台のアイドル応援すべきだと言って、なるほど、うんうん、起き上がれガールズっていうね、うん、お起き上がれガールズ、ガールズっていうね、はい、うちの後輩です。よろしくお願いいたします。DVD を渡しまして、うん、お前これ見ろと、うんうんうん、これを応援しろと、うん、したらまあまあ実費で払わせたんですよ、うん、領収書切ってでね、買ったんですよ。あいつ見てねえな、これこれは罰ゲームはちゃんとこう受け入れないといけない。僕らも受け入れてきたじゃないですか。もちろんですよね、はい、かのね、かの織田信長も罰ゲームだったの。かの本能寺罰ゲームだったのかな。かの織田信長も本能寺でね、攻め入れられた時には、うん、是非もなしと受け入れてる、受け入れてる。男らしかったよ、信長は。え、ちょ、見てきたかのように言ってますけど ね、その信長の子孫なわけじゃないですか。いや、違うと思います。違うの、違うの、絶対違うと思いますよ。あ、そうだね、子孫だったら織田だね。そうです、うん、まあまあ、でもその名をね、受け継いでおきながら、この潔の悪さ、これはね、またね、いつかどこかでね、ちょっと物申したいと思って。物申したいと。もういつかまたゲストで呼びましょう。呼びましょうよ、はあ。ちなみにこのパンフレットの中では、彼が彼のポスターとツーショット撮ってる写真も載ってますからね。なかなか珍しい、はい、もしあでこれ会場限定とは言いつつも、はい、なんか結構余分に作って、おで、おまあ、売れ残る可能性もちょっとね、そういうこと言わないのあるということで、まあ、もしかして声が大きければ通信販売もあったりするのかな、ね、ということなので、ね、画面の向こうの、ね、方々は、ね、うん、ぜひ期待して、伊藤さんって、ね、褒めれば結構、おいいっすよって言うんで、結構ね、調子に乗るタイプですから、乗るんですか、伊藤さんは。ほら、もうね、会場の方々ね、変えるのにこうやってね伊藤さんを甘やかすっていうね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、その他にもグッズありますよね。はい、その他にもクリアファイルセットとか、クリアファイルセット、さっきのアニメーターさんがね、僕らの写真を元に描いてくれたイラストを、そうですね、シルエットにした T シャツとかですね、これのね、タオルマフラーね、あ、これですね、はい、このタオルマフラー、そして今回マスコさんのタオルマフラーもできたんですよ。5番、ほら、もう買ってらっしゃる方が、 ありがとうございます、ありがとうございます。いや、嬉しいなと思って、ウガーということでねウガーということで ね、1年間やってきたのにカラオケウガからのなんかはないですね。なかなか
CM あれ来ないんですよ ね, ね待ってるんですけど ね, ね、はい、勝手にやって待ってるんですけどね。はい、というわけで、まあ、こんな、はい、こんないろいろなことを言ってきましたけども、はい、もうね、僕らがね、あの後の方のコーナーやりたくないのはもうそろそろ分かってます分かってきてます、みんな感づいてます、ね、できることならもうこのまま終わりたいですよ、ね、このままオープニングのまま、ね、終わりたいですけども、そういうわけにもいかないので始めましょうか、はい、精神寮へようこそ、なまってこうぜ第11回の表公開ニコ生スペシャル、最後までなまっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうさ、すげえ汗かいてんだよね。いやー暑いです、ね、僕今日手ぬぐいしてきてよかったです。あ、なんですか、漫談ですか。お、漫談やらないでしょならないですか漫談やらないでしょ。実はね、公開ニコ生ということで、会場の皆さんだけに実は、うん、あのニコ生始まる前にライブがあったんですよね。そうなんです、そうなんですよ、あの ね, ね、僕らのね、歌を聴いていただいたわけですけれども、ゲイシャオはクラウド9を聴いて、いやいやいや、いろいろおかしいでしょ僕らでクラウド9歌ってないですよ。そうですか、歌ってないです予期せぬ未来こうあのなんか ホースでこうピシュって水をこうなんかやる、そうですね、ピシュってやったわけですけど、やってないです、やってないです、騙せないですか、騙せないです。あ、そうですか、さすがに見てる方にも騙せないと思います、はい、まあでもね、会場の皆さんはね、じゃあホクホクになってもう温まった状態から始まったわけですけども、はい、画面の皆さん、画面の向こうの皆さんにもちょっと楽しんでいただきたいというわけで、うん、こんなコーナーを考えました。何でしょう。精神寮のテーマソングを作ろう。ウォー、イエーイ。そういえばテーマソングなかったですよね。そうなんですよ、この番組独自の。そうなんです、うん、だから、うん、まあ、でも言っちゃえばファイフィーフォーがこの番組のテーマみたいになっちゃったところありますけど、ね、ありますけどもね、申し訳ないですけども。いやいやいや、ありがたいです。ちゃんとオリジナルで作っていこうということで。すごいですよね。しかもこの生放送中にですよ。ここから作りますから。はい、で早速曲作りしていきたいんですけども、うん、作ってあのね、まあまあ頑張りますけど、うん、頑張りますけど、なかなかハードル高いですよ。そうですよね、はい、でもこれうまくいったら、完全に生放送中ですよ、ね、うまくいって、でここにいるね、あの、はい、乙女たちがね、はい、伊藤かっこいいみたいなこと言えば、はい、ポニーキャニオンさんからまさか配信とかね、よし頑張ろう、なんかのおまけについてくるかもしれない、うん、そしたら僕らもちょっと歌わせてくださいよ。そうですねえ、ぜひねえ、そしたらね、そうですよ、嬉しいですね。あの、でも基本英語とかちょっと難しいですよ、はい、いや曲は書きますけど、はい、頑張ればその、ね、5分10分ぐらいで書けるかもしれないですけど、うん、おーすごい。なんでこういうことをしたかというと、はい、10月からこうなるわけじゃないですか。え、どういうことこうドーンドーンね、きっとやるんでしょうから、やるんでしょうからバトンタッチするんでしょうから、そうですね、その代わり僕らがね、ファイフィンフォンと呼んで愛してきたこの、うん、大石 F 正義先生、うん、F よけ F、 誕生日も一緒なんです。あ、そっかそっか、そう、うん、誕生日も一緒のファイフィンフォン先生に、うん、やっぱり僕らの、うん、僕らのファイフィンフォン先生であってほしいという思いを込め、嬉しい、そう、うん、永久に不滅という意味を込めて、おこの生ってこうぜのテーマソング、生ってこうぜでずっとこのね、今日作っていただいた曲を使わせていただきたいですね。そして詩はですね、うん、ここのルームメイトの皆さんたちに、これを見ているあなたもですよ、そう、画面の向こうのあなたも、はい、コメントとかでね、この会場の皆さんも、そしてまあ独特の感性を持つ波多野くんも、いや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 、もう頑張りますよ、もう頑張ります。それで作詞をしていこうというわけですよ。楽しそう。なんかでもさ、すごいかっこいいがいい。え、どういう曲にするかですよね、やっぱね。なんかそうやっぱまずはそのなんか曲調のさ、待て待て待て、あれあれ、ああ、分かってる、ああ、そんなもんは分かってる、絶対こうなるって分かってたそういうのを入れつつかっこよくしていこう。
やっぱかっこいい曲がいいですよね、曲調みたいなの。そうですね、ね、かっこいい、ちょっとこう疾走感のあるみたいな、疾走感、うん、なんか疾走感、そうだよね、ロマンスカーだって疾走感あるよあるから入れてこうよ。じゃあ分かった分かった。でも最初出だしから、出だしは大事ですよ。そうだ、やっぱり出だしコングっていうわけにいかないでしょそんなパワフルなことないでしょ。ないでしょあー、でもやっぱりこう今まで出てきてで、ね、出てくれた方のゲストのなんか名言集みたいなのとかも、うん、おー、何何何、花江くんはまずいだろいやいや、かっこよくいけば、いやだって意味が変わりますから。歌詞カードがモザイクかかってるっておかしいだろいや、なんかうまい言い回しで、そのあるじゃないですか。あ、そうですか。なんて言ったらいいの、あのなんかあの心のあれ、ちょっと待って、俺目おかしくなったのかな。ここにいるの多分結構女子が多いと思うんだけど下ネタでふーって言ってんの何なのこれなんかでもそのなんか例えで使えてあげれば花井くんも喜ぶんじゃないかな。震える心とか。おお、なるほど。あ、なんか失恋ソングみたいですけど大丈夫ですか震える、だってあいつさパーフにもさ、字震えてんだよ。何なのあいつ。すげえなんかカウンセリング必要な人の字みたいになっちゃった。まあ震えるっていいですね。震える心いいですよ。うん、まあでもね、あの普通に聞いたらおいい詩だなと思うんだけど、生ってこうぜ見てるやつにはあそういうことか。もう震える心かっこいいですね。単語をこっちに並べてきますね。そうですね。で、組み立てていこう、うん、震える心。やっぱでも、ね、ゲストで来てくださった方のね、はい、まあ、言葉、やっぱ唐揚げが多いですかね。唐揚げかっこよく歌うってなんだよ。結構ハードル高いですよね。なんだよ、なんだ、高音でカラッと揚げる。全然かっこよくねえわチキンハート的なね。なるほど、かっこいいっすかそれ。チキンでいたらなんかこの戦いはダメだぜ的ななるほどね、うまい。なるほど、チキンじゃダメだってこと。ちょっと入れたいやつがある。お、なんですか。ちょっとね、まあ話で続けてて、うんうん、話続けててチキンじゃダメだってことですよね。チキンじゃダメだ。うん。80デニール。80デニールって歌に入ります。なんて書いてるの。これ入れないこれもうだってもうこれだけでいい詩になってるからさ。いやそれ嬉しいですですよね。これいいですよ。まさか別にこの曲作りのためにいや喋ったやつじゃないんですけどね、うん、なんかでも嬉しいです、もし入れていただけたら。この CM のおいさん、どうすかね、未来の自分のために今を過ごしてほしいというフレーズはとてもいいと思います。ありがとうございます、はい。やっぱこうチキンじゃダメだってね。このさ CM のね学校の方も喜んでくださってるらしくて浅沼さんのあれ面白いですねって面白いってなんだよはい、浅沼さんのじゃねえしな。あー、はい、なるほど、ありがとうございます。あ、それ嬉しいですね。あと何だろう、何入れましょうか。何だろう、え、ロマンスカーね。それはロマンスカー。じゃあロマンスカーはサビの頭にしましょうか。サビの頭ロマンスカー。じゃあこれでもう A メロで、これまあ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 一応カー入れる。ロマンスカーいけるの。いけます。いけるんじゃないですか。コングね、コング。いやいやいや、あのね、ちょっとね、これだんだんちょっと待ってね無理なんじゃねえかなと思って大丈夫それ、歌になるのかな。あ、なるほどね。プリン
何ちょっとだけちょっとだけなんて言ったことアンブレラ、はあ、アンブレラあの、おいさん無理なら無理って言って、うん、そうですね、早めに言ってください、早めに言わないとって、ね、そうですよ、あのじゃあこれ残すからこれ消そうみたいなのあってもいいですか、うん、そういうのやりましょうよ、せっかくですから、はい、ねえ、あの全部無理はなかなか難しいちょっと待ってあのね、キャッチはいいけどケツはやめよケツ、ケツ入れてかっこいい歌って今まであんまり聞いたことないからそうですね、あ、確かに、うん、あの合いの手としてかっこよく言えばファイフインフォーもありかもしれない、あコーラスみたいな感じでファイフインフォーね、ファイフインフォーはでも本当にねお世話になりましたからね、あファイフインフォー、あ合いの手でファイフインフォーありんだったら和製赤もいいんじゃないですか、和製赤和製赤、あのこれあえて全部ひらがなで書きますよあえてねあえて、うん、これはだって合いの手なんだもんおーいえとかウォウウォウとかっていう感じのあれですよ、わっせーあかわっせーあかリズムがもうほら乗りやすいんですもんあ、違う野球じゃねえんだよなあれ野球じゃねえんだよ、他何かありますかね、あれ何、え、何魔球王、魔球王か、あー、うん、はい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 、魔球王とかね、あ、魔球王ね、なになに伊藤さんは無理だ、伊藤さんは伊藤さんはちょっとあれだよ、伊藤さん、うん、コメントもでも結構来てますね、はい、うん、伊藤さんは調子乗るぞって書いてありますよ、うん、あ、幸子すげえフォークみたいな歌になるな純子みたいな、長渕さんの純子みたいな歌になっちゃうからさあちこはちょっとな、あーて天候って、あのね罰ゲームの名前あげてくやつじゃないからさ、やっぱでも野球っぽいものをもう入れましょうよ、せっかくですから、あーそうだね、ねナインとかね、ナインとかナインとかね、まあキャッチボールもそうですし、うん、あ、五号室か、号室、そうですね、あ、まあ五号室じゃなくてもなんか五っていう言葉を入れるとか、いいですね、うん、うん、はい、あと何があるかな、延長、延長、まあよく延長してしまいますからねこの番組は、ね、どっから行きましょうとりあえず、カフカフ、あ、カフね、歌の中にカフが入ってるの見たことないですけどね、でもカフを感じさせるようなことだったらいい？いい？言えない言葉、おー、おしゃれおしゃれ、言えない言葉、今みんなむちゃくちゃ言ってるけど僕相当テンパってるからね言っとくけど、ですよね、そろそろ使えるやつあげてこ、ね、え？おし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 はやっぱコーラスの方ですか ね、 そうだねエースね、やっぱエースは、やっぱエースは入れたいですよね、エース、うがヒャッハーねヒャッハー、あ、ダイヤモンドもかっこいいですけどね、エースなるほど、白熊白熊って、俺この生って構図で言った覚えがあんまりないんだけど、言ったか、言ったな言ったな、タジモンあ、タジモンね、タジモン入れるんだったらアニジャって入れようぜアニジャ、うん、けメモリから名前が消えるとか悲しい歌になっちゃうね、はい、ピンチヒッター、ピンチヒッターかっこいいじゃないですか、ちょっと野球っぽくなってきましたよ、野球っぽくなってきましたね、当たり前だけどなダイヤのエースですからね、どうですか一番最初どこ行きましょう、やっぱあの震える心がいいなと思って、なるほど、例えばあの
震える心振りほどいたチキンハーみたいな。おーすげえ曲になってる。え、かっこいい。で、あのさっきのカフを取って言えなかったあの日の言葉。うわーめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。震える心振りほどいたチキンハート。言えなかったあの日の言葉。すごい。やっぱこの曲にケツは合わないよ。ケツはちょっと難しくなってきましたね。ケツまくれとか。でもケツまくれ、ケツをまくって逃げるみたいなのあんじゃん。ありますね。でもね、逃げるっていう方向ですけどね。罰ゲームから逃げるっていうことですかね。だから罰ゲームは罰じゃない。ケツをまくれも いきますよ多分。ケツまくってに逃げんなみたいな。あ、なるほどね。ケツ、ケツはケツでも決意にする。うまいな。でもね、あの決意はあんまりカタカナで書かないからね。揺るぎない決意ってね。もうここでこのできちゃってるからすごいよね。すごいですよね。ね。決意をキャッチ。いいね。おお。言えなかったあの日の言葉。すごいね、いっぱい出てくるな。玄関マット？玄関マット？あの日の言葉。はい。あ、なるほどね。あの日の言葉、言えなかったあの日の言葉、胸に秘めた決意ってことなんですかね。あいい言葉。あ、ごめん、採用できないかも。あ、マジっすか。こんな、なんか、ま、ちょっとなんかね、もう少しあのプリンとかコングとかそういう系のフレーズが欲しいです。おお。あ、何ですか、何ですか。ん、あ、伊藤さんは入れません。ごめんね、この中に伊藤さんいらっしゃると思うよ。思うけど、伊藤さんごめんなさい。弁当？カニ玉。80デニールは無理だよ。君と。いやいやいや、入れましょう。入れる？すげえ。入るの？80デニール入るの？すごいすごい。え？ボール。チアガール興味あるの花江くんだけだよ。すごいね。はあ、ははあ、うん。何？ルームメイトね。ルームメイト。三遊館。すごい、みんなよく出てくるね。あ、全国制覇もある。あ、でも生放送、生放送いい、ね、生っていいかもしれない。いいね。うん、生、うん。なんかあのコメントでとにかく川上だっていう太田部長がいるんですけど。あー、多分竹内さんですね。うん、80デニールってどう。聖堂川上を歌詞に入れましょう。生ってほんと入れづらいよね。とりあえず生みたいな。とりあえず生。居酒屋で座った時みたいになっちゃう。あ、でもさ、生って書いて生きるっていう、生っていう風に。ほうほうほう。どう？生堂の生ってこと？違う。あ、違う。あれ？違うの？俺たちの生きる道みたいなこと。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。聖堂ってことじゃなくて、青い道が生きる道になっているっていう、うん、ねえねえ、生きる道。さすが生きる道。肌色雑誌ってきましたね。生きる道、ムードブックってありました ね。この生きる道、聖堂でも こうしちゃうと生首みたいになっちゃいます。やめてやめて。ダメ怖いから。
あと、なんだろうな。これえ卓球部違った。まあ、罰ゲームっていうのがね、あ、まあ、僕らにしてはご褒美なんですけどね。違う、あ、君そう思ったこと俺は全然そう思ったことないよ。あ、そうですか。しりとりしりとりどうすか。だいぶできてきたよ。だいぶできてきてます。ちょっといいですか、これ映させてもらっていいですか、はい、これちょっと一回ちょっとあれなんかその箇所だけ聞かせてもらいましたよ、さっきの続きのところ、あれ出だしかっこよかったんだけど。みたいな感じ。走れ走れ全速力で僕らだけのソロマンスカーでプリンもコングもほら唐揚げも80ダニールもケツをまくれフルスボトルで僕らルームメイトのみんなを乗せてさあどこまでもなまっていこうぜ、なまっていこうぜ、できてるやん、なまっていこうぜ。すげー、もうできてるじゃん、できてますよ。こんなんどうですか。めっちゃかっこいい、すごいですね。はうわ震えた、本当に震える、すごい、すげえ、ね、こんなんコメントでも皆さんがもう本当頼む CD 出してくれともう本当ガチですごいですと。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。伊藤さん言ってますけど、もうね早くも伊藤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 あの人メイクして出てきちゃうからダメだよ、ダメだよいやすごい、あもうコメントでもみんなすごいですよ。80デニールもホラ唐揚げもか、あさプリンもコングもホラ唐揚げも80デニールもだら僕らのロマンスカーに乗せたいんですよ。うわーすごい、ほら、から揚げも80デニールも、ごめんね、醜い字で80デニールも、これすごいですよ。走れ走れ、あーもう足りなくなっちゃった、あ、こんなん大丈夫ですか、ちょっと長くなっちゃって、で、もうあと1行があるんですけどそのあー来ました、いやこれさ作ったら 俺と畑野くんと大石さんでこの番組終わってからもう2番とか作るわだってさこんなに完成度高いと思わなかったもんもうちゃんと曲になってるのがすごいですよね。ちょっとどこでわせあかとかファイフィンフォンって入れたらいいかちょっと僕らだけロマンスわせやか、いや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 え、ちょっとそこやってくださいよ走れ走れ全速力で僕らだけのソロマンスわせやか、いや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 すごいですよ、ええやんそこで入ってくるんですよ、うん、ロマンスカタカナにしとわせやかねハハハハ、特定の学校のみんな見てる頑張れよすごいなあ、今の僕 あの個人的なメッセージですから、ね、特定の学校の人たちに、で、あ、こっちか、そうですね、
ケツファイフィンフォンの入れ場所もね。そう、じゃあそこのバス屋かのところでファイフィンフォンで入れましょうかね。ケツをまくれフルスロットルで僕らだけのそう生放ファイフィンフォンってこと。すげえ、みんなでできますねこれ。生放送みんなで歌える。生放送で、で生放送の生放送ファイフィンフォン。これファイフィンフォン、ファイフィンフォン、すごい。フォン、じゃあこのコーラスのところみんなで歌いましょうよ。ファイフィンフォン。ねえ、ルームメイト、これあのロマンスカーの歌にもなっちゃうからね。そうですね。これ皆さんあのね、これ見てる偉い方々ね、連絡していただけるのみんなを乗せて、みんなを乗せて、これあのニコ生見てる方々楽しい、大丈夫。大丈夫。あと浅沼さん、時間という概念をお忘れかもしれませんけど、あ、そうだね、そうだね、もうすでに46分ですか。すげえ、すごいことになってきてます。すごいことになってきてるんです、浅沼さん。わかった、生ってこう。でも皆さんコメントで楽しいよって言ってくれてますから。はい、じゃあだ、じゃあこれね、タイトルどうしましょう。タイトル、そうだね、タイトルどうしましょうかね。ということで5号室の魂みたいなことで、ファイブソウルなんとかみたいな。ファイブ、あ、おー、いいですね。英語にするんですか。ファイブソウル、え、ファイブソウルメイト。おお、ファイブソウルメイト、ファイブソウルメイト、かっこいいですよね。ね、これアニメートさんも使える。ファイブソウルメイト、クラウドナインに対抗してこっちは5でいくよ。5人、5で。かっこいいじゃないですか。はい、じゃあちょっと大石さんに歌っていただいて、yeah. はい。でみんなでそのワセアカとファインフィンフォンのところをやりましょうよ、みんなでね。はい、見えます、いきますよ、歌います、お願いします。震える心振りほどいたチキンハーツ、言えなかったあの日の言葉、走れ走れ全速力で僕らだけの、そうロマンスワセアカ、プリンもゴングもほらから揚げも80分のニールもケツをまくれフルスロットルで僕らだけの、そうファイフィンフォン、ルームメイトのみんなを乗せてさあ、あどこまでも黙っていこうぜ、黙っていこうぜ、黙っていこうぜ、黙っていこうぜ。ここで終わってよくね。すげえ。いやいやいや、もうね、素晴らしい。さっきからね、ずっとあの袖で作家がですね、罰ゲームだけは何としてもやってほしいって言ったの。何にも悪いことしてないのに。あ、そうですか、あ、そうですか、なるほど。罰ゲームだけやる、罰ゲームだけをアンケートをやって罰ゲームさせたい。何の罰だよ。
頑張って歌作ってんじゃねえかよ。強引すぎるでしょ。あ、そうですか。まあまあ、この、あの出来上がった5 Soul Mate という曲は僕とあの畑野くんと、まあ、大井さんでまたね、こう2番とか作ってね。そうですね、そうですね、フルサイズで、フルサイズでね、どっかでね、いやぜひ歌いたいですね。ぜひ。もしかしたらこれもちょっとマイナーチェンジするかもしれないです、今日発表したので。だってチキンと唐揚げ被ってっから。本当だ本当だ。そうそうそうだ。だからちょっとマイナーチェンジするかもしれないですけど、なんかちょっとよりブラッシュアップはねすると思いますけども、より完成度上げて、うわ、はい、歌いたいですね。はい、それは歌いたい。ありがとうございました。というわけで、精神寮のテーマソングを作ろうでした。ありがとうございました。罰ゲームやれってさ。罰ゲームだけをやるんですか。なんなんすかそれ。もすごいですね。なんなんすか。じゃあ罰ゲームやってほしい人をアンケートに取る。アンケートで決めると。罰ゲームな、何の罰ゲームなんすか。まあまあちょっと罰ゲームの内容にもよりますよ。ちょい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 。あ、大石さん入ってるし。何ですかこの全員って。全員って。このタイミングでこれ出したらもう絶対4番になっちゃうよね。全員ってこの会場にいる奴らもだな。みんなもだよ。イエーじゃないよ。みんなもだよ。本当に痛かったり熱かったりするんだからね。本当に。実は罰ゲームの前に悲しいお知らせがございましてですね。何ですか。前回の夏休みスペシャルでケツキャッチマシーンが故障しましてですね。そうなんですよ。まさかの故障です。そうなんですよ。もう投げられないっつって。肩故障したっつって。俺が生まれた意味をね。そうそうそう。のあーあーあーあああ。うわあ、そうだよね。大石さんが高いわけねえもんな。ただ1.6% 入ってるのがちょっと気になりますけどね。僕も。あ、多分ねトムハックさんだと思いますよ。入れてるんだ。トムさん入れてるんだ。画面の向こうで見てるトムハックさん、何恥ずかしがってんすか。来てくださいよ。あんたどんだけ曲売れてんだよ。何を恥ずかしがってるんですか。はい、何、じゃあ罰ゲーム見てみましょうか。何をやるんでしょうか。教えてください。え、どれ出るかな。しかも2個選ぶ。罰ゲームを2個選ぶ。え、2個ちょっ、なんのこのスペシャルメニュー。そんな種類あるの。ある。はい、何、罰ゲームドン。罰ゲーム出ますか。え、あ、作家が怒ってるんですよ。俺の家庭の秘密をバラしてない。バラしてないですよ。バラしてない。いや別に、はい、花粉下げなくてもよかったんじゃない。あ、出ましたよ。ね、ケツバット回、ケツパッチン回、はい、ビリビリ治療マックス。あー、やだそれ絶対。プライベート投げ。何プライベート投げ。5、シャドウ。シャドウ、シャドウも分かんないけど、プライベート投げたの作家さんですけどね。プライベートプライベート投げてくれたの作家さんですけど、ね、あ、そういうことかな。プライベート投げ、そういうこと。プライベート投げが怖いな。怖いっすね。なんでしょうね。4? 4? 4?、はい、なんだろう。4、綺麗な。でもシャドウ、綺麗な4本指を出すなお前らは。何ですか。5番も気になります。うわー、あー、まあ、あら、4番、5番ですね。シャドウって何。わー、気になるな。シャドウってなんだろう。俺たちにそっくりなやつが襲いかかってくるっていう。わ、怖い怖い怖い。ドッペルゲンガーみたいなやつが。やばいっすよ。え、ちょっと、え、シャドウってなんすか。え、プラ、な、何カバン持ってきてんすか。え、なになになに。なに。え、なになになに。あ、え、あ、シャドウってこれ。え、シャドウ、アイシャドウ。おい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 、マジで。アイシャドウを全員がして、ちょっと待って、全世界に発信、バカ野郎。じゃあちょっと作家さん進めてるから、これじゃあ畑野くんにやって。ちょっと、じゃあまあどうなるかをちょっと、いやいや、プライベート投げっていうのは何ですか。プライ…私物投げて。バカじゃねえの。マネージャーはなんで渡したんだ。おい、なんですか。
じゃあ僕ポケットに入ってたピック投げますわ。いいよな。なんかさ、ミュージシャンはそういうのがあるからいいよな。俺な、笑ってるじゃん。さっきまで食ってたミンティアがあります。俺がいつも台本チェックに使うこういうの。あー、いいですね。だって投げて危なくないのがいいでしょ。そうですよね。財布バカ野郎。財布これね、雑誌の付録だったんですけど、なんかちょっとどこ行くの。俺しかやってないでしょ。ちょはい、シャドウが無事終わった畑野くん、どうぞ。どうなってんの、全くわからないんですよ。何これ。安全地帯。畑野くんのなんかが、ごめんなさいね。本当すいません。何か、しかもみんなが、オッケー、丸が出ましたね。今これ見えてます？見えてるみたいです。静止画の畑野くんをみんな見てる間、僕らなぜかこんなことになってしまいました。完全に、いやいやいや、新ユニットが誕生いたしましたね。そうですね。アイシャドウズファイブソウルメイトを歌うのはアイシャドウズ。やっぱジャケットこうなっちゃうじゃん。ジャケットやだよ。そんなアイシャドウで。でもあれ、YMO みたいでかっこいいかもしれない。かっこいいかもしれないですね。確かに。だから皆さん、もし万が一、絶対ないけど、うん、なんかこう僕らがね歌う羽目になるような場があったら、みんなここに赤いアイシャドウをつけてね。ありがとうございます。わあ、すごいすごい。可愛いかねえよ。すごいですね。はい、さあ、といったわけで、さて、まあ、うん、以上お送りしてきました、はい、あれですけれどもあれですけど、生放送ですけども、生放送ですけれども、いろんなことがありましたね。はい、ここでお知らせが、お知らせございます、うん、はい、お願いいたします。アニメ情報です。テレビアニメダイヤのエースが毎週日曜日、テレビ東京ネット局にて放送中です。そして、アニメの DVD が11巻まで好評レンタル中です。そして、はい、セル DVD が第5巻まで発…俺なんか何やってんだろうね。ごめんなさい、もうとにかく寺島先生ごめんなさい。発売中です。4枚入りの3800円プラス税となっております。よろしくお願いします。はい、そしてセル DVD ですが、オリジナル特典も豪華です。アニメイトオリジナル特典では1巻から5巻購入特典として、大阪くん、浅沼さん、そして私畑野の同室トリオによる座談会 CD がもらえます。さらにポニーキャニオンの通販サイト、キャニメ .jp では、ほら、こういうことになるから。どんな真面目な顔で宣伝したって。まあまあまあ、やりましょう。1巻から6巻の購入特典として、4月に開催したイベント、ダイヤのエースオールスターゲームの DVD、 こちら編集版がついてきます。ここでですね、1分間の編集映像がありますので、はい、皆さんご覧いただきたいと思います。どうぞ。イエーイ、ありがとうございます。いやすごい編集、面白いですね。ね、曲に合わせてかっこよかった。なんかサビのところとかみんなね、そうそう、きっとシーンをね、いいシーンがね、まあまあ、あんな感じで、まあまあ、あれだけじゃないですよ。いろんなシーンがねちゃんとあって、そうですね、それをぜひ皆さんにも手にしていただきたいなと思っております。続いては音楽情報です。ダイヤのエースキャラクターソングシリーズの3タイトルが現在発売中です。ボリューム1では沢村英順でグローストロンガー、ボリューム2は古谷悟でバイオレンスウィンド、ボリューム3は小湊春一で永遠のライバルです。あ、春市、うん、春市だ。キャーの意味もちょっと分かんないけれども。それぞれにオリジナルドラマも収録されているので、ぜひチェックしてください。はい、
そしてラジオ情報です。ダイヤのエースネット甲子園が毎週火曜日にインターネットラジオステーション温泉さん、響きラジオステーションさんにて配信中。そしてラジオ CD 第3巻と第4巻が明日9月24日に一般発売となります、うん、ぜひ聴いてください。よろしくお願いいたします。はい、続いてアニメートでダイヤのエースオンリーショップがスタートしております。今週末アニメート福岡天神店で開催される、あ、福岡の方、お、福岡から来てる方、ありがとうございます。天神展で開催されるそうですので、うん、各店舗ごとでアニメ原画展示や小物展示など展示物が異なると、お、皆さん お楽しみに、はい、お楽しみに。続きまして原作情報でございます。原作コミックスが43巻まで好評発売中です。公式ガイドブック裏も絶賛発売中ですよ。そしてオリジナルアニメーション DVD 付き限定版コミックスが3巻連続刊行することが決定しています。第1弾は2014年11月17日月曜日発売の第44巻の限定版です。ダイヤのエース公式ガイドブック裏に掲載されているフェイス小湊涼介スペシャル番外編を完全アニメ化、限定販売のため予約をお勧めします。予約締め切りは今月の9月30日火曜日までです。よろしくお願いします。いやさ、こういうのをちゃんと間違えないように読まなきゃと思ってこうだったけどさ、改めて見るとひでえな。僕もね、ここにモニターがあるんですけど、モニターで引きで3人映った時にどうしても笑っちゃうんですよね。ひどいね。あの私事なんですけど、ホワイトボードカモン、はいはい、お、なですか、おお、すいません、なんだこれは。僕が所属しています BPM というユニットがありまして、はいはいはい、そのユニットのイベントがございます。BPM フェスタ2014、オータムウィンター、11月15日にサイエンスホールというところでやるんですけれども、チケットが、10月4日の土曜日の10時からディスクガレージさんとかチケットピアさん、ローソンチケットさん、まあまあまあ、詳しいことは僕のツイッターとか僕の事務所のツイッターから流れますので、ぜひそれチェックしてください。私物フリマとかですね。はい、私物フリマ、あとあのか握手したりハグしたり、うん、1年にね、僕1年に1回か2回安い男になるんですよ。そのうちの1回です。そうなんだ、はい、まあ、つまりもう大放出スペシャルみたいな。そうです、そうです、 ね、 ううですね。BPM っていうユニットの舞台を見たことがなかったり、知らねえ、俺以外知らねえよみたいな人も楽しめるように作っておりますので、大石さんがね、この間僕の舞台見ました。めちゃくちゃおもろい舞台でしたけど、ありがとうございます。しかもね、ファイフィンフォンさん可愛くて、言ってくれりゃいいのに、一般でチケット取ってる。そう関係者ですよ、ある意味。関係者なのに見たい舞台だったんで。ありがとうございます。はい、まあまあまあ、そんなイベントがありますので、素晴らしいですね。ぜひ、はい、来てください。はい、そしてあ、いいんですかね。いや、もうさっき始まる前にそう聞いたら、なんか伊藤さんがもうめっちゃ男前なんですけども、そう、まあ、本来はね、はい、ね、いいのかなと思ったんですけども、畑のバトルファーストアルバムダブルがなんと10月22日発売します。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。レコード会社の枠を超えて宣伝しております。すいません、本当に伊藤さん、ありがとう。なんか大井さんからの告知とかありますか？特にないんですけど、はい、あ、でも僕ね、年末12月に、渋谷の方で弾き語りのワンマンライブやりますんで、もしかしたらまたそこでも生ファイフィンフォンやるかもしれない、ね、見たい。素晴らしい。ぜひとも見に来ていただけたらと思います。はい、まあね、こんな告知ばかりしててもあれなんですけども、ね、そろそろお別れということで、いや、でもせっかくですからね、大石さんも来ていることですし、お、まさか、みんなでゴーエクシード歌いましょうか、はい、うわー、ね、やった画面のね、向こうの皆さんもぜひ、歌えなかった場合はファイフィンフォン、ぜひ一緒に、いいんですよ、はい、わー、すごい、わー、サビ一応ね、ここに書いていただいたので、サビのところからみんなね、ぜひ歌える方は一緒に歌ってください。わかんない方は手拍子と、まあ、ソウルで、ファイフィンフォン、ファイフィンフォンで、なんとかなります。ならないですか？なりますか？なります、なります、なります、なります。でもせっかくなんで、はい、なんかファイフィンフォンで歌いたいな。え、そんな、公式がそんなことをしていいのかな。
いいんですか。すごいな。全然いいですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ一緒に歌いましょうか。ぜひね。Go in the five in fun, the five in fun ぶつけ合う一瞬がみたいな感じに、はい、しましょうかね。うわ、じゃあみんな一緒に歌いましょう。Five in fun, the five in fun ぶつけ合う一瞬が、あ、ヒーフーハーまで行く？ラララのヒーフーハー勝負さーって行く？そこで巻き返す。あ、そんな感じにしましょうか。そうですね、今までね、言えなかったんですけど本当にごめんなさい。すいません。もうこの世の何よりも優しいアーティストですよ、本当に。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ワンツー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 、ゴーインザファイフインフォンでいきましょうかね、皆さんね。はい、はーい、いきまーす。ワンツーワン、ゴーインザファイフインフォン、ファイフインフォン、ぶつけ合う日勝負さ、熱い行動を連れて共に行こう。信じよう。今すぐスタートファイト、待ちきれないさ、出会った瞬間視線待ちわす君はライバルサイレンが鳴った。眠らせたこの黙ってないだろう、最高のフィールドはここさ、ラニハーツ命をかけそもそこから研ぎ澄ませ、もうそんな殻を破って Free yourself 解き放って意志を Go in the fire we wanna fight we wanna。いや、そこじゃないからね。You are your vision, and I'm led by me, and I'm happy for you. You're my hero. 勝負さ、熱い行動を連れて共に行こう。というわけで公開ニコ生スペシャルはここまで。それでは皆さんまたお会いしましょう。お相手は倉持オヤジアガードで、もう一回行こうか。テンション上がってる、テンション上がってる。お相手は倉持オヤジアガードの浅沼慎太郎と、マスコ東大学の畑野渡と、ファイフィフォー大石正義でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。